最初にこのビエートでお送りしています。ザモーターウィークリー。ここからの時間は各自動車業界でご活躍中の方をお迎えして、お送りしていきます。今日のコメンテーターは宮城ひかるさんです。お久しぶりです。はい、本当にこんにちは。宮城ひかるです。いかがお過ごしですか。<laughs> ね、本当にもう12月ですからね。はい、まあ、いろんなことがこう迫ってくる感じがして、ドキドキして。もうなんか、この。うん まさにこの番組が仕事納めになられると,れると,とかそうですね。もうちょっとこの後はゆっくりさせていただこうかなと思ってますけども。ええ、さてですね、うん、今日はですね、2008年車業界、バイク業界で活躍した日本人ということで、素晴らしい。ええー、お話を伺っていきたいと思います。はい、もうね、あの、バイク、ええー、四輪、両方お話ししていただけるのはもう宮城さんならではということで。いはい。ゆっくりとお話を伺いたいと思います。はい、まずはですね、四、まあ、輪の方で、 えまあ車業界で印象に残っている日本人ドライバーといえばということでお話を伺いたいんですがうん、うん、そうですねドライバーは今年は本当にね、まあ、あの国内でもいいドライバーどんどんできてきてますしね、はいまあ、外に出ていってるドライバーもいるんですけども、うん、僕はねどうかな。 やっぱり武藤秀樹っていう、はい、まあ、ドライバーがいるんですけども、はい、まあ、あのー、今シーズンはそのインディーカーシリーズ、うん、まあ、IRL、アメリカのシリーズ戦で走って、はい、まあ、今年の4月にはツインリンクモテキで行われました、うん、インディージャパン300マイルレース。はい、まあ、これに外戦帰国しましたけどもね。うん、まあ、やっぱり僕は海外で活躍したドライバーっていうと、やっぱり1年間走ってきた武藤秀樹かな。うん、まあ、彼はもともとね、あのー、去年からアメリカに行ってまして、はい、まあ、インディープロシリーズに参戦して1回優勝してるんです すごい。でルーキー・オブ・ザ・イヤーを取ってで、えー、昨年のラストのレースでインディーレースデビューをして、ねえー、最後、7位か8位かに入ってるんですよね、<ー>デビュー戦でいきなり。 で、今シーズンはフル参戦して、はい、え、実はその、アンドレッティグリーンレーシングっていうね、マリオ・アンドレッティっていう、まあ、アメリカのドライバーの、もう神様みたいな人がいるんですよ。で、F1 にもかつてロータスで参戦していたドライバーで、ーまあ、彼がチームオーナーを務める、まあ、チームの、まあ、ドライバーとして今年乗ってるんですね。で、もう今年も実はまあ、大活躍してですね、<ー>まあ、最高位は2位だったんですけども、でもね、これ、ルーキーでね、2位に入るって大変なことなんですよ。 まあ年間16戦か18戦ぐらいあるんですけども、はい、まあその中でやっぱりその2位に入ったっていうのは素晴らしいですし、でえ、今年も同じくそのルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得したと<ー>言ったようなドライバーで、僕はやっぱこの男おすすめかな、うん、あのー、宮城さんはね、はい、ご自身もそのアメリカで、うん、あの、っていう経験をお持ちですけれどもはい、2D、はいはい、のレースで行ってましたけども。やっぱりその海外に出てね、 あのね、やっぱり一番大切なのはね、うん、よくみんな言われることなんですけど、はい、コミュニケーション。うん、コミュニケーションなんですよね。はい、で、僕ら、あの、錯覚しちゃうのはね、日本のパッケージで行っちゃダメなんですよね。<ー>要するに、日本のお金で、うん、日本のチームで行っちゃう、っちゃうと、もう全然<っ>コミュニケーションがない。全くもう、アウトオブ眼中です。うん 仲間に入れてもらえないなんとなく分かる気がしで、武藤の素晴らしいことは、彼は今回、アメリカに行く前に、単身でイギリスに渡ってレースもやってたんですね。ですから、もうその語学力っていう意味では、やっぱり自分でもう勉強もしてきてますから、今回、アメリカに行っても、やっぱりその向こうのチームにちゃんと時計入ってるんですよね、やっぱりマリオ・アンドレッティなんかとも仲良くしてるチームオーナー、あとそのチームメイトが、女性で初めて優勝したダニカ・パドリもう話題でした。 もうそれこそね、インディージャパンのね、茂木、うん、で優勝したんですけども、まあ、彼女とはチームメイトで、はい、もう本当にもうしょっちゅうハグしてますよぐらいのね。えー、いや、アメリカのね、女性、なかなかそんなハグしてくれないですよ。あれはもう大変な偉業、もう、市場に残るね、こと、うん、そうそう出来事でしたから、ね、そうで、しかもね、やっぱりそのドライバー同士でプライドありますからね。うん、まあそんな中で、本当にその武藤君は向こうでね、やっぱアメリカのチームに溶け込んで、えー、やっぱりその、もうアメリカ人からこう、応援してもらってる。 まあそういうドライバーの一人なんですよ。だからね、この間、実はあの、11月にね、はいえー、ツインリンクモテギで、うん、まあホンダサンクスデイっていうね、まああのお客様に対して、はい、えー、ホンダとしてレーシングチームとしてね、あのー、いろんなコミュニケーションを取りましょうということで、はい、ファンまあ、感謝。そう、ファン感謝デーがあって、はい、で、この時にね、まあ、武藤秀樹君はこの、 えー、アンドレティグリーンレーシングのチームとみんなと帰ってくるんだけども、うん、もうその10人ぐらい引き連れて帰ってくるわけですよ、スタッフは。で、夜、まあ,あの夕食会があって、えー、でまあ僕らは僕らとうやっぱ日本人がほとんどなんでね、そこで食事やってるんですけど、この武藤英樹はね、ちゃんとそのチームのスタッフをね、フォローしてるのよ溶け込んでるんです、ね、溶け込んでるというか、その10人ね、彼らはまあアメリカから来たゲストじゃないですか、すね、チームメカニックといってもね、でその彼らとちゃんと英語でコミュニケーション取って、フォローして、うもう本当にやってるわけね。ちゃんと ね、そうです、でそれ見たときに、あもう本当にこいつ、偉いなと思いましたよね、で、まあ,あの、この海外に出る前に、日本でね、フォーミュラドリームっていうのを彼がドライブしてるときに、はい、僕はたまたまフィジカルトレーナーだったんで、<あ>その時トレーニングのメニューを作って彼にまあ教えてあげたりして、えー、そうなんですか、でそんなときでも、もうストイックにとにかくね、追い込むんですよ、自分を。だから苦しいことがあったら、むしろそっちに自分は歩いていくような男なのね。うわこ,いいこんなななななってなかかなかいいいじゃないですかかっこいい <laughs> だから楽な道を選びたいところを、じゃあ、宮城さん、これ、どっちがきついんですか、あじゃあ、僕、きつい方をやりますって、高校の男みたいな感じい,い,、ね、いや、そんな感じなんで、どん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 自分を追い込んでいって、慈恵会医大病院で、まあ、トレーニングの測定とかするんですけども、はい、乳酸摂取量とかが、もうかつてのオリンピックのマラソン超一流有名選手と変わらない数値が出ちゃった、<ー>だそれぐらい自分を追い込んで走れるようになったりね。 だからもうすごいその努力ってなんかね、重いような言葉に聞こえるけども、だそれを努力だと思わないんだよね。それを楽しんでんだよね。でね。で、それを達成して乗り越えることによって自分の満足感と自信を持ってレースに挑むみたいな。かっこいい。ストイックですね。ストイックですね。これが武藤秀樹。 うわこれが日本人の今年海外に出て行ったドライバー誰おすすめだって言われたら僕はやっぱりこの男勧めたいな。なかなかスピリットがすごいかっこいいなっていう惹かれますねなんかね, <laughs> ね。あとね、動じ、うん、ないのよ。なんかね堂々としてんのなんか。物腰が。だからこう、あ 宮城さん、お元気ですか物おじしそう、ね。こっちの方が随分年上なんだけども、<laughs> 親子ぐらい離れてんのに、なんかもうえらい迫力なんだよね。そういうところもまた。存在感。存在感というか、うん、かっこいいな、みたいな。へえ<ー>。まあ、これからまだまだ、もうますます期待が。 お活躍、ね期待しね、そうですよね、なんかね、あの、来年に向けてね、うん、え今ね、ついこの間までインディアナポリス、あの、インディのコースがあるところに住んでたんだけども、チームの地元でね。えー、で、あの、来年からのまた、あの、準備っていうことでね、えー、今、シカゴのね、国間のシカゴに引っ越したらしいんだけども。あまたこれ、またそ。そうそう,そうでついつい二3日前に会って喋ってたんだけど、えー、で今、シカゴどうよ、寒くないのって言ったら、マイナス何十度とかですよマイナス十七度ですよ、<laughs> 宮城さん。みたい 日本帰ってきたら暖かいですねって。いや、なんか、そういうところを選んで住まわれるあたりもなんかね、うん、先ほどのお話から来てるなっていう感じがする。バッチリ大丈夫。住んでるところは、どんなところに住んでんのって聞いたら。 いや、とりあえず43階建ての39階に住んでますからね。やっぱりあの、その辺リアルセレブですからね。そ, <あの S 1> そこの何マンションってやっぱりシカゴのセレブが住んでるのって言ったら、いや、まだわかんないんですけど、<や>とりあえず日本人は僕だけ見たいですね、すねみたいな。かっこいいのよ、なんか。<laughs> もう、とにかくどこからどこまでもかっこいい男という。うん、そうなんですね。そんなイメージですね。いや、はい、びっくりしました。ぜひ注目してあげてほしいですね。<laughs> うん、はい。えー、ここで一曲お聴きいただきましょう。カーメン・ランディで、でタイム Time is Love お題純子ダビゲートでお送りしています、ザ・モーターウィークリー。今日はコメンテーターに宮城光さんをお迎えして、2008年車業界、バイク業界で活躍した日本人についてお話を伺っています。えー、さて続いては、バイク業界で活躍した日本人ライダーについてお話を伺いたいと思います。はい。はい。 いいですねバイク業業界界でですすかババイイククはね、いろんな選手がね、まあたくさん海外出て行ってたんで、うん、例えば、元 GP クラスで言えば中野信也選手、はい、でワールドスーパーバイクでは清成龍一選手、うん、でまあ元 GP の 250cc クラスでは高橋優紀選手、はい、まあ本当にあと青山宏選手や玉田誠選手や、いろんなね、うん、日本人ライダーが海外にも大放出してですね、はい、ね頑張って走ってきたんですけども、うん、僕はまあ来年のことも含めて、期待感も高い 込めて今年のもともと高橋由紀選手っていうのは、はい、あの全日本選手権を 250cc クラス125で走って 250cc クラスでチャンピオンを取ってホンダのスカラシップっていうことで、はい、まあ全日本選手権でチャンピオンを取ったら海外に出させてあげるよという。ええ ね、そうなんです、そうなんです。で、はい、あの、1年間、2年間はね、<ー>しっかりと向こうのチームをね、紹介するから、そこでいいレースしなさいということです、それで海外にいた選手なんですけども、ま、あの、2005年から、はい、えー、元 g p クラスの 250cc、はい、元 g p の あ世界選手権ですね、二輪のね。はい、それの 250cc クラスに参戦して、うん、えゼ、ー、05年、06年、07年、うんえー、そして08年と、4年間 250cc 走ってきたんですね。うん、で、まあ決してね、順風満帆じゃなかったんですね。うん、まあ途中で大きな怪我をしてね、うん、えぇ、ー、2006年の最終戦バレンシアでは、大転倒して、うん、大腿骨、膝と股関節の間のこの太い骨を折ってね、うん、で、まあ2007年はほとんど1年間、まあ、棒に振って成績悪くて、 まあそういう痛い苦しい思いしてきたんですよ。でも、まあ向こうのですね、まあチームスコットというところが大変いいチームでね、うん、まあこの高橋勇気はね、もっとハイライダーだから、えー、まあ成績悪くてもね、うちはすぐにクビにしない。<ー>これはこの勇気のね、高橋勇気の、やっぱり性格が良かったからだと思うんですよね。ねみんなに可愛がられる。で、まあそういう厳しい時代もチームに支えられて、うんえー、で、今年この2008年はですね、まあ優勝こそはなかった たんですが、はい、まあ,あランキングは総合で5位とで表彰台にはまあ3位に1回で2位に2回乗ってですねすごですよ,、ね、ですよただねただまあ高橋由紀選手はねこの 250cc クラスでは優勝を何度もしてるんで、はい、ん本人にとっては不本意だったかもしれないでも ね、うん、その、大きな怪我があったのそのことを考えればですよ。大体いいね、ライダーっていうのは、大きな怪我をきっかけに成績が落ちてきて、<え>モチベーションも下がって、だんだん走れなくなるライダーが多いんですよ。なんかなんかトラウマにもなりそうだし四輪とちょっと違ってね、二、うん、輪はやっぱり痛い思いがあるんで。そうですよね。で、それを彼は乗り越えて、 頑張って走ってきて、最終戦のバレンシア、まあ、ついこの間あったんですけども、10月の終わりに、彼は2 5ーシークラスで、本当に攻めて走って2位だったんですよねすごいことですよね。うん やっぱりね、で、なんていうのかな、もう、でね、実はね、彼はね、このグランプリライダーになると普通偉くなっちゃうんだけども、時間があれば日本に帰ってきて、まあ、偉くなっちゃうんなんかね、もうね、ツーンとね、鼻が伸びてくるのよ、ピヤーン、いあんた、そうじゃなしに、ちゃんと時間があれば日本に帰ってきて、あの、自分でミニバイクで練習したりね、で、あと、まあ、高橋選手には弟がいるんだけども、弟が全日本選手権に走ってたりすると、それをちゃんと応援しに行ったりね。 もう素晴らしいのよどうなんでしょうね、やっぱりそのグランプリライダーになるとっていう話ですけど、ええ、逆に、そこでこう、変わらないでいられる人間性っていうのも保てるっていうことも、なんか一つ、すご、すごさの表れっていうかなか。あのね、多分これはね、それはね、うん、自分が本人が上を目指してるから。だから本人が極めたっていう。 ふうに思ってないから、うんうん、いつまでも新鮮な気持ちでいられるんだと思うんだよね。なるほどね。だから、いや、俺はもう極めてお前 GP ライダーだぞってなると、もう多分ダメなんだよね。もうでもそっからそうなってしまうと先がない、うん、ダメだ、もう上がんないの、ね、よね、うんうん。で、彼はやっぱりその、もっとチャンピオンも取りたいし、うんうん、まあ言えば、元 GP のサイコホークラスにも出たいっていうこと、気持ちがあって、実は来年の2009年度から、この JIR チームスコット、うん、まあこの彼がずっと所属しているチーム、はい、えー、4年間、 過去ね、今年まで所属していたチームで、うん、そのまま元 GP クラスに参戦することになったんですよ。ああ<ー>、そう。だから、そう,そう、えー、このいわゆる世界選手権に参戦して、5年目にね、はい、うようやくこの世界最高峰クラス、今年まで、まあ、中野選手なんかがね、はい、ね走ってたりのこの最高峰クラスに、ようやく夢かなってね、いや出れるなったんですよね。そうですね、もう楽しみですよね。 あのね、うん、いい走りしてくれると思うね。えー、僕ね、あのね、あのー、もう5年ぐらい前なんだけども、鈴鹿の8時間待機オートバイレースの仮面ライダーチームの初年度に彼に乗ってもらったんですよ。うんえー、あの監督をなさって。監督僕やっていうふうに。はい、で、やっぱりね、あのー、まだまだその頃はは250のライダーだったんだけども、うん、その時から 1000cc の大きなバイクでも、えー、うまく走らせてましたよ。 ああやっぱりね、うん、もうパット乗りだからね、もちろんそのトップ争いはちょっとしんどかった、でもそのトップのすぐ後ろのセカンドで、やっぱりひなんていうのかな、だからそこからやっぱりね、彼はもう5年、6年と時間かかりましたけどね、<え>もう本当にその苦労しながらね、痛い思いをしながら、うん、すですよね、この最高峰クラスに上り詰めてきたんでね、僕はものすごい嬉しいんですよね。なんかあの 本当にこう大腿骨のとかって、こ言葉にして語ってしまうと、本当何秒かのことですけど、どんなに大変な、それ、克服をされて、リハビリされて、荷を取るまでにまた戻ってっていうのは、大変なことですからね。まあ、その骨が折れたときにね、いろんな感覚が鈍るんですよね、でそのまあこれ、聞いた話なんですけどね、夜とか歩いてて、怪我して、ちょっとしばらくしてからですよ。靴が 脱げてても分かんない。うわだその感覚が鈍っちゃったりするところがあるんですよね。うん、で気がついたら足もう血だらけになって歩いてたらね。 だもう本当にね、もうとんでもない怪我しちゃうとそういうね、我々の日常生活では考えられないような後遺症がしばらく出たりするんです、ね、だから普通に日常の生活をね、うん、こうリハビリしてやるまでに至るだけだって大変だと思うんですが。うんうん、だから普通の人だったら、病院に入院して安静にしてるんだけども、僕らライダーっていうのはそんな時間ないんで、うもうとにかく骨がひっつきかけてきたらもう乗っちゃいますから、だからそういった苦労を本当に超えてきて、まあようやく落ち着いてきてね、まあそういった怪我も回復して、 まあ、ちゃんともうレースがね、また次のステップアップしたね、頂点クラスで走れるようになったということなんです,よ、ね、すごいと思います、もう、そう思うとね、そう,だからそう思うとね、さっきのね、さっきの武藤選手はね、これはもう本当にもう、今、王道を行ってるね、はい、日本人の代表するドライバーだけども、この高橋幸っていうのは、もう苦労しながら、やっぱり頑張ってきて、でもいつでももう、なんていうのかな、周りのね、あの応援してくれる人に対しての感謝の気持ちを絶対に忘れないんですよね。んいやなんか心 打たれる存在ですねねもうぜひちょっと私も来年、注目したいと思います武藤選手、そしてこの高橋選手ね、調べていただいて、ですね注目する皆さんにしてほしいと思いますねなんかね、あのお二方のお話、武藤さん、そして高橋さんとね、なんかものすごく対照的だけどいい男、どっちもいい男の話をね、なんか立て続けに聞いた気がするんですけど、当たり前ですよ、僕が言うレーサーはみんないい男に決まってますよね、もう。 あと1曲挟んで、うん、あのいい男生いい男にご登場いただくことになっておりますので,いいですどうぞお楽しみに曲はマイルス・テイブスで「チョコレートチップ」。 小田純子ナビゲートでお送りしています。ザ・モーターウィークリー。今日はコメンテーターに宮城ひかるさんをお迎えして、2008年車業界、バイク業界で活躍した日本人についてのお話を伺っていますが、えー、さてここからはですね、えー、とっても豪華なスペシャルゲストをお招きしております。えー、嬉しいですね、本当に。期、え、待、ー、のレーシングドライバー、伊沢拓也さんをお迎えしてお送りしてまいりたいと思います。こんにちは。こんにちは。。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういきなりなんか、今日は困ります ましたね、なんか、ちょっとドキドキしちゃうよね。暑くなってきちゃった。なんか、やっぱり、ほら、あの、青春の、もう、真っ只中だからさ。なんかね、あの、顔がほてん。お大さんがそれ喜んじゃって、どうする。いや、あの、いや、でも、息子ほどの年、年で、とはいえですね、やっぱり、あの。あの、どうしてもね、女性ってのはイケメン、これ弱いです。もう、正直言って、しょうがないです。あの、ね、もう、キャンキャンとか、もう、女性誌なんかでも、大変なフィーチャーのされ方で。素晴らしいですよね。もう。 レーシング界を背負って立つ、のイケメン若手のホープです、若手ホープということで、もちろんイケメンなだけではなくて、大変な戦をお持ちで僕の方からちょっと説明しましょうか伊沢選手はね、目の前にしてね、いろんなことを僕は言うのもドキドキしちゃうんですけども、もともとそのカートからスタートして、簡単に言うと ARTA ・オートバックスレーシングチームアグリのここのひぞっこです。 ま、はっきり言って。で、まあ、あの、元々ゴーカートからスタートして、まあ、01年からカート、えー、そしてそのフォーミュラーのミドルフォーミュラーですね、うん、えー、F4、F3、えー、それから、ま、海外の遠征に行って、え、それから、まあ、あの、鈴鹿レーシングスクールフォーミュラー、はい、まあ、あの、佐藤拓馬選手の出身ですよね。こういったところの、いわゆるもう喫水バイオですよね。もう、英才教育中の教育を受けて、はい、さらにアグリさん、そして土屋圭一さんという、うん、もう日本を、世界を代表するドライバーたちが、<ー>もうお墨付き太鼓判ガーンってやったライダーじゃないや、ドライ エリートなんで、ね、そうです。で、しかも、しかもですよ、はい、今シーズンはルーキーとしてフォーミュラ日本と GT 選手権、<っ>これ、ダブルヘッダーで2つをいきなり乗るっていうのは、まあそうないですね。まあそうない。で、仮にあったとしても、はい、途中で降ろされてるやつはいっぱいいる。で、それをちゃんとシーズン中、ちゃんとしっかりとシーズン乗り越えて、それなりの活躍をして、まあ今日ここの。 場所に来てくれてるっていうことなんですね。ありがとうございます。素晴らしい本当に素晴らしいですね、はい、本当に嬉しいですね。はい、僕はもう喋り過ぎちゃってますけどね。<laughs> えー、あの最初にねあのカートをやられたのとあの初走行が10歳11歳11歳ぐらいの時、はい、やっぱりあのお父様とかご両親がそういった方向が。 もともと僕遊園地のゴーカートが好きで、えー、ずっとタマテックとか行ってて <laughs>、えー、でその延長で昔ってよく生だらとかではい、はい、ゴーカートのレースの、はい、番組やすいであれがやりたいっていうので、うん、レースを始めたんですじゃあ幼い時からもう自分の中に芽生えたこう車で走りたいみたいなあでも昔から車すごい好きです はあ、そうですか、もうじゃあ、本当にこう、ちょっと物心ついたような時に、おもちゃで遊んでるとしたら、車、とかとか、多いです、だから男の子らしいよね、やっぱ男の子は絶対乗り物が好きだけども、うん、その中で例えば飛行機が好きだとか、電車が好きだとか、いろいろあるんだけども、えー、やっぱりその車を自分で運転したいって言ったところが、うん、多分みんなより一歩前に出たとこなんだよね、きっと。ですよね。うん いやーすごい、うん、それでもう潤沢にこうどん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 もうガンガン進んでいったわけですけど、はい、なんかこう、経歴だけ見るとね、うんうん、すごく本当に順風満帆にこういらしたのかなっていう経歴ですが苦しいこととか辛いこととか、そうういのことありましたか,だかまあどちらかというとフォーミュラーカートからフォーミュラに上がってからは苦しいことの方が多かったですね。ええ で苦しくて結構悩んだりとかして、うん、やっとそれが最近うまくいくようになってきたかなっていうのがあります、ね、具体的にはどういう、まあやっぱりレースって当結果がすべてなんで、えー、まあ結果がうまく出なかったり自分の納得する走りができなかったり、うん、それをいろ,いろ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 自分で考えてやってやっと自分の走り方とかっていうのを最近うまく確立できたかなっていうのはあります。 まだまだの部分いっぱいありますけど。なるほどね。謙虚だよ。でもね、小田井さんね、小田井さん今こうやって言ってますけども、<laughs> はい、彼のその成績の話で言うのは、うん、周りが求めてるものっていうのは、彼に対してもうトップなんですよ。あの、大体いいその、うん、鈴鹿レーシングスクールフォーミュラー、これも主席で卒業ですよね。うんうん、そうですよね。だからね、<ー>求めてるのがトップなんで、だから彼が悩んでるっていうのは、例えば、うわ、5位だった、どうしよう。 例えばこれ、30代中の5位だった、どうしようとかっていう話なの、ね、レベルが高いところでの、高いところでの彼はその悩んでるっていうのは悩んでたっていうのはそういうことで、まあ、もちろんね、伊沢さん、レースだからスピンアウトして、クラッシュして、チェックが受けれなかったこともあっただろうけど、うんそれは。 ね、レースだったらしょうがないけども、でもやっぱすっごい高いところの志の部分での、やっぱり彼はそこでこう葛藤しながら、やっぱり勝ち抜いてきたって感じがしますよ、ね、あの、何でもこう、レベルがこう、ハイレベルなところで、さらなる上達を目指すとか、こう、何か突き抜けるのって、ものすごく大変じゃないですか。うん、ある程度の,その中級レベルぐらいのところだと、すごくこう、目覚ましくこう、自分が上達したことが分かったりとかするけど、 本当に高いところでの。うん、もうまさにだからそうだと思いまし本当のピンポイントの部分で、やっぱり井選手という男がね、やっぱり自分の納得する走りを、やっぱりできたかできなかったかっていうことを、例えばもう、16歳のゴーカートの時から感じてるわけですよね。 <laughs> で、多分これ、今ね、例えばスケートでもそうだし、うん、もうプロスポーツ選手って、若い年齢からそれを感じてるんだろうけども、えー、やっぱりわれわれのこの車業界の中でも、やっぱり今、日本で若手っていうと、やっぱりこの伊沢っていう男が、やっぱ一番そこを追求してきたんじゃないかなって、すごい思いますよね、うん、僕なんか。ねはい、迷いとか全然なかったですかで逆に、えー、あの、このフォーミュラ上がった年齢ぐらいから迷う。 いいいとかっててうのが出てきたんですねゴーカートやってる時は本当にただカートが好きで乗るのが楽しくてそれが速さにつながってたんですけどフォミラ上がってからやっぱりそういう部分じゃないところが増えてきてそういう部分じゃないところってどういう部分だからいやでも本当にだからそのうまく走れなくてもそれを勢いで超えれたのがいろいろセッティングだったりその自分の環境を作っていくのがそういうところを悩み始めました。なるほどね で、しかも、多分ね、ゴーカットって、例えば家族で何とかできるんだね。うんはい、ところがフォーミュラになってくると、いろんな人の応援がないとできなくなってくるから、ね、多分伊沢選手が今感じたのは、多分そういったところに、やっぱり応えたいとか、うんはい、そういったところだよね、きっとね。はいうん なんか、すごい感動します、ねうん、だからもう、やっぱりその本当になんていうのかな、10代の頃からそうやっていうことを感じながら、ずっとレースやってきてるっていうのは、やっぱすごいですよね。うんうん、自分がた,ただ勝ちたいとか、速く走りたいだけじゃなしに、周りをやっぱり納得させて、引き込むっていうかねう、こっちに向かして。 振り向かして、でやっぱり一緒に力を合わせることを考えていかなくちゃいけないじゃないですか、レースって。そうですよねで毎回毎回ね、こうレーサーの方って、こうすごいモチベーションが必要だと思うんですけど、そういうモチベーションってどういうところからいや湧いてくるというか、ゲットするというか、常に保つようにする秘訣みたいな。お,もうお手元には資料があると思いますけど <laughs> <laughs> ですか <laughs> 今年はキャンキャンにね、女性史キャンキャンの連載がありますから、やっぱこういうところもね、伊沢選手な。でも、もともと負けず嫌いなんで、本当に必要より速く走れないのがすごい嫌なんで、でも本当、そういうところだけですよね、逆に。もうそれも自分の中から常にこう、常にこうトップを目指して、自分より速いやつがいたらいけないっていう。どんなも レースってすごく難しいんで、常に優勝するのは難しいんですけど、でも常に速く走りたいっていうのはあって、レースで勝つよりも、人より速く走りたいっていう方が僕は強いんで。 なるほどねでも最大のモチベーションですいやもう素晴らしいよねだからレースで勝ったっていうのは結果論であってもう伊沢選手の言ってるのはとにかく人より速く走りたいもうすごいシンプルでものすごい分かりやすいね現象的ですよこれいやレースの基本ですよね基本ですよねだから闘争本能っていう部分の本当にやっぱ持ってるんだと思うこのねメロな甘いマスクの下にすごいものが実は秘められているっていうことですねモータースポーツアワードっていうのが11月25日にありましてその中でですねいろんな賞がある ですけど、はい、伊沢選手なんと1位を獲得しました<え>何でしょう日本のデートしたいドライバー1位でございますこれはねこれはね取れないよなかなか今日はなんか若い女性ファンに恨まれてるような気がしますがこれはだって周りが決めることだからね取れないよこれなかなかね <laughs> 曲にいきたいと思いますはい「<laughs> ADRIVECOLDQUEST」で「Check the rhyme」 純子ナビゲートでお送りしています、ザ・モーターウィークリー。今日のコメンテーターは宮城光さんです。そして、豪華スペシャルゲストに伊沢拓也さんをお迎えしてお送りしております。えー、さて、えー、ここでですね、あのー、せっかくですので、この時期ですので、うん、伊沢さんにもですね、今年一年を振り返っていただきたいなと思うんですけれども、そうですね、はい、いろいろね,きね、お伺いしたいですよね。うん今年は特にね、いろいろ、こう、大きな 流れというか、大きな変化があった年かと思うんですけれども。うん、これ、でもね、まずね、うん、お伺いしたいのはね、はい、今年からいきなりそのフォーミュラ日本というね、う日本国内の最高峰のフォーミュラと、はい、GT 選手権の NSX の GT、まあ GT500 ですよね。はい、これももう最高峰のね、ツーリングカーなんですよね。はい、これちょっと聞きたいんだけども、うん、いきなりこれ、乗らされてというか、乗ってというか、どうなのそれまでミドルフォーミュラから、この大きいのに乗り換えて。 まず去年、えっと、鈴鹿の選挙キロの時にスポット参戦をリアル。ポッカ戦ではい。からしたんですけど、まあその前に、スゴーでテスト10周ぐらいしたんです。10周ってもそんなの、あっという間じゃん、だって。で、まあその、スゴーのレースがあって、その後次の日にやったんですけど、スゴーにまず見に行ったんですね、レースを。で、実際自分が乗るってなってから GT を見て、まあいろいろ勉強して、 でその中で、本当に今年の相方のラルフ・ファーマン選手の走りに、結構僕、感動を覚えて、去年のすごーいね、はい、去年の7月のね、はい、すごい、いい走りをしてたんです<ー>でそれを次,その次の日のテストの時に、僕もそういう感覚で乗ったら、全然問題なく乗れて、はい、でその僕たちの普段乗ってるフォーミュラーカーから NSX っていうのは本当に倍ぐらい重さがあるんで。1トン以上あるんですね。レーシングカーとしてはね、驚異的な。だからみんな本当止まらないし、滑ったらすぐぶつかるしっていうことを聞いてたんで、僕も最初ビビってたんですけど、乗ってったら普通にフォーミュラーみたいに走れるんです。逆に、こんな重いのがこんなスピードで走っていいのかっていうぐらい速いんで。いや、これね、伊沢さんだからね、これ選手ね。今もう簡単に言ってるけど、でもまずやっぱりそれ乗れちゃったっていうことだよね。 で、まあ、その十周ぐらいしかしてなかったんですけど。で、道上選手と一緒になったんです。けど一秒落ちぐらいまで行って。それはすごいね。はい。はい。これ、あれなんですか。井上さん、ちょっと素人でわからないんですけど。普通の方は、やはり、もう相当、その乗り換えって大変なこと。いや、普通の人は無理です。無理なこと。普通の人は無理です。で、多分、そうじゃないかな。で、普通の人は無理で、まあ、特別な人がやっぱりレースで。まあ、名前が出てて。 でこういう乗り換えができる人っていうのは、超すごい人です。すごいね。いやいや、これね、伊沢選手ね、えー、本当に自分のことだから、こうやって謙遜して言ってるけども、やっぱり普通、なかなかこの乗り換えがでも、伊沢さん、ん聞かないよね。まあ僕、どちらかというと、そのパッと乗った車に、すぐいいタイム出すことが今までできたんで、スリーの時もそうですし、そういう意味で今まで残ってこれたかなっていう部分もあるんですだから例えば、オーディションやるって言われたら、 パッと乗ればすぐいいタイムまで行くんで。なんかこう初対面オッケーみたいな。うわ、オッケー、オッケーみたいな。初対面も全然強いみたいな。そういうのはすごく自分の強みだなっていうのは感じます。ああ、でもそれ才能ですよね。いやいや、もちろんね。まあ、だから、その本当にそのうまく乗りこなせたっていうのは彼のやっぱ努力とセンスだと思うんですよね。センス、すごいですね、本当に。いや、まあ、でそうそう。今、あの他のドライバーの方の走りを見ていいなと思ってるとこそういうイメージみたいなの、こう自分に、こう実際。 取り込めるるみたいいなそううのもあんですねだから去年ずっとドライビングいろいろ悩んでてイメージはあったんですただそれがうまくできなかったんですけどこのラルフ選手の走りを見てああこういう感じかと外で見るとそういうのがすごい分かってやってみたら結構いい感じだったということは結構そのラルフ・アーマン選手の走りは好きですね好きですねどっちかっていうとあの人はいいなっていう感じだよねで今年なんか縁があってパートナーになったんでええ すごく勉強なんか結構あの、うん、頭脳派だったりする部分もあるんですねいろいろ研究されたりとかね <laughs> そういう。 いやーでもみんなそうだと思います、走ってたりしては、みんな貪欲に研究,、ねうん、研究するんですね、そうですね、まあちゃんと、やっぱ頭がよくないと、やっぱり残れないですよね、えー、であとやっぱりうまく車使えないから、すっごい考えてると思うの、ね、ドライバーっていう、ね。なんか感性も鋭くなきゃだめだし、うんうん、もう全部ですよねそうです、まあ感性もあって、うん、テクニックもあってで、やっぱりどんだけ研究して、それをこう探求心みたいなの持ってて、具体化できるかっていうところだと思うんですよね。うん、世代的にコンピューターゲータゲムとかってそのの車系のレース のやつとかややらりました、ファミコンとかスーパーどね。ゲームもやりますしだからニュルブルクリンクとか、ほら、ゲームで、行かなくてもコース出してるからね、えるてかね。でも、グランツーリスモってゲームがあるんですけど、それでみんな、新しい、富士が新しくなった時も、みんな練習しましたし、僕も練習したんですけど。 一緒なんですよ攻め方がにあれゲームあのグランツーリスもいやこれこんなこと言っちゃうとまた売れちゃいますよねこれ <laughs> でもね <laughs> そ,そうらしいだ僕の後輩が鈴鹿のレーシングスクール行ってる時にうまく走れなくて悩んでたんですのでグランツーリスを持ってきてみんなで「お前はこうだこうだ」とか言ってやったら、えー、本当に次から調子よくなったんですた <laughs>、えー、だからやっぱりイメージトレーニングってことはありますもんね いやだからまあそういうことも含めて、やっぱりその現代のやっぱりその、えー、新世代ですよ、新世代なんか言葉が古い、<laughs> そんな感じで,すよ <laughs> でもね、新しい感じがします、ねはいはいはい、本当に、あの、まあのまいろいろ今年思い出に残るレースとかあると思うんですけども、はい、その中で最も印象に残っているレースというと、どれになりますか。あの まあ今レースってほ GT の方が人気あるんですけど、僕はまずフォーミュラ日本の開幕戦で予選2番手だったんですね。はいうん、これね、すご,すごいことなのよ。ルーキーが、ルーキーが開幕戦2位なんてことはね、もうありえないの普通。 それをね、まあ、パンってやっちゃったわけですよね。いや、あれ、本当に僕もびっくりしたんですけど、<laughs> で今年うちの ARTA って、一からチームを変えて、<laughs> はいはい、工場も借りて、一、はい、からスタートして、僕も1年目、チームも1年目で頑張って、そこで開幕戦でああいう結果が出たんでん、まあ、僕も自信になりましたし、チームもすごいモチベーションが上がって、そこからガラッと変わったんですよね、ーチームがいいーあそこはすごいポイントで。うーん ねね、レースは、まあ、いいところね、あれ、突っ払わせるというか、2番手、3番手走ってながら、うんまあ、その他者のクラッシュにね、たまたまちょっと巻き込まれたような形になって、はい、そういうこともあるんですよね、ねレースはね。でもね、その予選で例えば2位だっても、うん、レースになったらもう全然どこ走ってるか分かんない。 こういうことの方が多いのよ、ところが、そりゃそうですよね、うん、で全部ごっちゃになっちゃうわけですから、ね、ちゃんとスタートして、突破ラストしてたんだもんね、やす、すごいすね、だからやっぱりね、ちょっと衝撃的なフォーミュラ日本デビューだったと思うな、彗<う>星のように現れ、もうまさにそう、うね、まあ、彗星っていうか、もう彼の存在はもうあるんだけど、まあ、ずっとあるわけですけども、もう、うんね、だからね、あのね、半分は期待するんだよ、みんな。 でもね半分はそうは言ってもそんな甘くねえよみんなも思いたいわけよどっかで <laughs> いや僕もそんなに甘くないと思ってますたフォーミラニッポンっていやの他の海外の支持とか比べてもすごいドライバーのレベルが高いと思うベテランから若い人たちまでその中で予選2番で取れたっていうのはやっぱり大変なことだと思いまあ、す,す、ね、自信になります、うんうん、でも逆にあのあんまり最初がすごすぎちゃうとその後のこうプレッシャーとかに ななるってことはないですかそれこそね、期待の目がね、うん、まあ、その、そういうのはどうなのかないや、その先の期待はやっぱりみんなしてたと思うんですけど、うん、まあ、レースってそんな難しい、あ、簡単なもんじゃないんで、うん、まあ、逆に調子悪い時も、チームも僕のことを信じてくれましたし、僕もチームに対して信頼関係を築くことができたんで、うんえー、そのお互いとしてはすごい良かったですね。うん、ただ、その開幕が良すぎたんで、その後、うん 調子悪そうに見えてた、いた部分はあると思うんですけど、ね、<laughs> 周りは。ただでも、僕としてはすごくいいシーズンだったなと思います。ねうん、だやっぱりね、周りが求めるものがもういきなりハイレベルになった、うんなね、さっきの話の続きね。やっぱそうだと思う。大変だと思います、その立場は。うんうん、<laughs> ねえ。ねでも、それでもなんか、すごく、本当にお年の割にしっかりしてらっしゃるというか、なんかもう落ち着いてらっしゃるんですよね、こういう。だからなんかこう、すごく普段、クールで、こう、レースで燃やす。 っていうそういうタイプなんでしょうねきっと。入っていったらね。レース始めて十四年目十五年目。15年目うん。十三年目、ね、ですね。うん。それはもう堂々としたもんですよ。それはやっぱり二千九年に向けての抱負ということになりますとどういう,ふうなものになりますでしょうか。<laughs> <laughs> まあ今年あのいいレースもあって表彰台に乗ってるんですけど、えー、どっちのレースも優勝してないんで。はい 本当に、まあ、GT に関しては僕のミスでいろいろチャンスを逃してるんで、まず GT では本当、優勝をまず目指したいなと、1勝目を。で、まあ、フォーミュラ日本に関しては、うんえー、まだちょっとチームとかは決まってないんですけど、まずポールポジションを取りたいなっていうのはありますね。うんうん、GT は予選はラル・ファーマンがやるんで、はい、僕、予選できないんで、はい、まあ自分の速さをアピールするポイントとしては、フォーミュラ日本しかないので、そこでなんとかポールポジションを取りたいなと。うん <laughs> 日本一早い男、そして世界一早い男へという、ね。もうもう近い将来ですよ。もうそうですよね。ああ、もう、<ー>なんかあのー、ね、ちょっといよいよ、あのー、全然関係ないプライベートなところにもちょっとだけ、 一つだけおまけ的に伺いたいんですけれども、えー、伊沢さんは、プライベートでは、はい、あのー、何、どんなことをなさってますか <laughs> ち,ょ、ね、ちょっと聞きたいなと思って、あの、りね、ほら、若きレーサーのオフタイムみたいなのちょっと踏み込んでみたいなと。うん、いや僕、そんな趣味っていう趣味がないんですけど、<laughs> オフ、基本的にトレーニングするか、<ー>体すっごい綺麗よ。 男の僕は言うのは変なんだけど、綺麗って言い方、ちょっとなすごいもう、やっぱりシェイプされて、綺麗れい、きれい、分かるでしょ、きれ分かります、分かります、男性のきれあなから、よく起てらしてても分かりますね、あとはもう友達とワイワイやってるのが楽しいんで、もう走ることがね、すべてなんですね、あと僕、一つ、一番欲しいものは欲しいものですか まないですね本当に土屋刑さんが聞いたじゃないですかそれそうですかその質問ですかいやホに優勝したいんですよね例えばマイカーとして欲しいなと思う車とかこんなことは言えないのか公にはいやいやそう全然いいですか一番欲しいなと思う車ってじゃあ今乗ってる車と次欲しい欲しい車 はい、のの最近、S2000 に乗る機会が多いんですけど<ー>イベントとかではい、はい、あれがすごい面白くて、良さそう、似合いそう、ちょっと S2000 で遊んで、サさっきと走りたいなと思って、ね、でもね、いざ選手ぐらいが S2000 乗ったら似合いますよ今もう、すごいもう想像があの膨らんでました、もうビジュアルになって。はい はい。え、じゃあまた、あの、来年も大変なご活躍を期待しております。そうですね。大変なご活躍あれですよね、シーズン中のさ、やっぱりレースの成績バーンと出た時にはね、またなんか遊びに来てほしいな。またぜひ、来てよろしくお願いします。士気を高めていただきたいと思います。私たちも応援をしますので。どうもありがとうございました。ありがとうございます。え、今日は、え、コメンテーターに宮城光さん、え、そしてスペシャルゲストといたしまして、レーシングドライバーの伊沢拓也さんにお越しいただいてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。